もう危ない。離してくれ。やっつけてやる。離してくれ。ちくしょう。武器は通用せん。みんなで守るんだ。サンダーマスクが目覚めるまで力を合わせて守るんだ。はい。早く。はい。みんな死ね。ゆっくりと蒸し焼きにしてやる。サンダーマス、目覚めてください。私たちは今あなたの力を必要としています。サンダーマスク、サンダーマスク、サンダーマスク。サンダーマス、サンダーマスク、サンダーマスクだ。魔王でサンダー、俺が相手になに。サンダーキックで吹き飛ばせ。サンダーシュートで真っ二つ。一万年の眠りから目覚めた勇者は僕らの仲間だ、友達だ。サンダー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 マスク。勝つのだサンダー、負けるなサンダー、ゴーゴーキックの二段変身。マジーゴーゴーキックでしびれさせ、サンダーパンチで KO だ。1万年の昔から待ってた変身。僕らの仲間だ、友達だ。サンダー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 マン。サンダーサンダー、サンダー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 キック。一万年の未来から飛び出た勇者は僕らの仲間だ、友達だ。サンダーサンダーサンダー
やあ、高瀬真由美さんに勝也君だね。あなたはどなたですか？命光一というものだ。命光一？あなたはサンダーマスク。サンダーマスクですね。どうしてわかったのかな？その目、その目でわかります。サンダーマスクは戦う時の姿だ。普段の僕は地球人と変わりはない。命さん。何だい勝也君、どうして一万年前に魔王の侵略がわかったの？魔王デカンダは宇宙の侵略者だ。その魔王が20世紀後半に地球侵略を開始することが分かった。そこでサンダー星連邦から僕が派遣されたってわけだ。どうして1万年も前に？1万年といっても宇宙時代ではほんの1年ぐらいの長さなんだ。ちょっとロケットのスピードが速すぎて地球の石器時代についてしまったというわけだ。それでタイムカプセルで1万年の眠りについたのね。僕がサンダーマスクであることは君たち二人しか知らない。秘密を守ってくれるね。うん、この傷に近いよ。私も。こうして正義の勇者サンダーマスクは一万年の眠りから目覚めた。そして魔王デカンダとの熾烈な戦いが始まったのである。